本日は勝利の方おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本日の試合の振り返りの方お願いいたします。前半の最初に相手のペースになってスピードで結構押されてしまったんですけど、そこを守りきって前半のうちに1点2点追加点を取って2点差をつけれて折り返したことがすごい良かったと思います。ありがとうございます。次回の試合の意気込みをお願いいたします。次の試合は最初から自分たちのペースを掴んでいい流れで先制点取って追加点取って相手に差をつけて勝ちたいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。